アメリカ海軍が使用しているソナーテクニシャンのマークソナーテクニシャンはソナーを操作する海軍軍人のことである。日本ではソナーマンと呼ばれることが多いがアメリカ海軍でソナーマンと呼ばれたのは1943年から1964年までの期間で現在はソナーテクニシャンと呼ばれている。ソナーテクニシャンはソナーを使用して水中監視を担当する。それは 安全な航海を支援して、捜索、救助、攻撃操作を支援して、水中の潜水艦を追跡して、敵味方識別や、攻撃のために射撃統制のオペレーターに情報を送っている。そのテクニシャンには、水上艦で勤務する STG と潜水艦で勤務する STS のカテゴリーがある。水上艦隊でのデータの操作、制御、評価、および解釈。 水上ソナー、A コアレー、およびその他の海洋システムの操作を行う。対潜水艦船染を行うために、水上艦の水中射撃統制システムの運用、水中通信、魚雷対策機器、航行用のンドファインダーの運用、バチサーモングラフデータの収集と配布、最適なパフォーマンスの計算、表面ソナーおよび関連機器の組織的および中間的なメンテナンスを、 実行する、アメリカ海軍の軍艦に乗って部器部に所属する。潜水艦のソナー員は、潜水艦ソナー、海洋機器、潜水艦補助ソナーを操作する。潜水艦ソナーと、水中インターフェースを調整して、潜水艦及び関連機器の組織的及び中間的なメンテナンスを実行する。バトルステーションでは、ソナー員がターゲットを追跡し、 方位情報を射撃統制に渡して速度、射程、進路を調整。その結果、魚雷を発射して目的のターゲットに誘導するために使用される発射ソリューションが得られる。潜水艦で使用されるソナーの大部分は受動式で、これはアクティブソナーが艦の位置を暴露するため、アクティブソナーは主に氷の下を航海するときに使用される。 ありがとうございます。